黄金色に輝くスープ、柔らかいチャーシューやとろけるワンタンも、食べる人を虜にするラーメンです。1人前ぐらい食べた。美味しいですね、柔らかいし。鶏の効いたスープと、あとまあ乗る具材ですかね、一通りうちの具材入るんで、まあ一番のうちの売りのラーメンになってます。安曇野市の鶏伝です。ラーメン店を始めたのは、この店を営む高原さんの父親でした。もともとは精肉店です。まあ、趣味のラーメン作りが高じて、自宅の一部を改良してラーメン屋さんにしたっていうような感じですかね。新鮮なガラだとか新鮮な豚のチャーシューになる肉をいつもいただいてるんで、それが強みかなとは思います。はい、お待たせしました。鶏伝ラーメン。ラーメンの種類は豊富です。親父とおふくろが編み出したチャーシューを教わって、ま、今も続けて作ってます。自信持って出しています。お待ちどう。はい、ありがとうございます。美味しいです、もう間違いないです鶏を丸ごと食べてるような。チャーシューもジューシーで美味しいです。今のメニューをちょっとこうクオリティをどんどん上げていきたいなっていうのは思っております。自分に合ったスープの濃さだとか麺の茹で具合見つけてもらえたら嬉しいですね。